リンリン、ハローパラレールリニバレルのリントです。はい、本日は久しぶりの開封動画やっていきたいと思います。本日開封していくのはこちら。はい、ワンピースカードゲームメモリアルコレクションということで、はい、初めてね、私ワンピースカードをねボックスで見つけて買うことができたので、ちょっとこちら開けていこうかなと思います。最初ね、開けずにこのまま取っとくかとか思ったんですけど、ちょっとねいいカード出たら嬉しいなと思って、こちら、はい、開封していきます。で、基本はねコレクションにしていこうかなと思っております。狙うのはコミックパラレルレアっていうのが入ってて、そのチョッパーのねコミックパラレルレアが入ってるみたいなんで、出たら嬉しいなというところ。あとはね誰が入ってるんだったかな、ビビとか、ちょろっと覚えてるのカリファとか、あと白星とかが入ってるのかな。でワンピースはね、もう小学校の時から好きな作品で、あのグランドバトル2とかね、なんだっけ、プレイステーションかの時代のねやつからやってるので、やってるというかワンピースが好きなので、ちょっと楽しみです。はい、ではねこう開封していくので、サムネイル用に、はいはい、これサムネイル、はい、サムネイルの撮影終わり。よいしょ、では早速開けていきましょう。箱はちょっと取っときたいので、この箱はね綺麗にこのまま保管していこうかなと思います。はい、ではね、せっかくなんで初めて実は開けるんですよ。なので、一パックずつ開けていこうかな。遊戯王とかだったら、これね、もうなんか、がっつり、ジョキンってやって、で、中出してってやっていくんだけど、ちょっと初めてなんで、どんな封入の仕方してるか知らないし、ちょっとね、初めて開封なので、ちょっとだけ、お付き合いください。どんな感じなんだろうね。でワンピースカードゲーム自体も始めるか始めないかちょっと微妙なんだけど、で一パックはねちょっと保管で取っときたいので、せっかくなんでこのパックの、まあ、下は切っちゃってるけどね、これはね、はい。で私の、はい、この開封動画はね例のごとく、カットせずにそのままやっていくんで、私のありのままの反応をお楽しみください。講座、ちょっとピントが、カードにピントがあってほしいね。口座、ビンコ、すごいすごい、マイナーなキャラクターですね。これね、小紫に騙されてたやつだね。シャンブルツ、しかもこれあれだ、最初の時の方だ、2年前だ。はい、ヤマさん、ファンクフリード入ってんだ。そしてお、ガンフォールだ。ガンフォール神様ですね。空島の、はい、神ですね。今の神になるのかな、エネルの前の神様だったあれね、ガンフォール。ピエールと一緒にいますよね。はい、2パック目。お、行きたい。お、ブルック、しかも生前の姿。あ、ヤマト、プリンスベレット、なんか、珍しいというか、ちょっと、なんだろう、キャラクターとして、なんだ、マイナーなのも結構入ってるんだね、これね。うるせえ、行こう。そして、スクラッチメン、アプー。これいいな。うるせえ、行こうって。チョッパーが仲間になる時のやつですね。表紙がチョッパーだから、やっぱりそういうカードが多いね。ってことは、今後表紙メリー号とか来たりしないかしら。メリーとか来たらめちゃくちゃ嬉しいな。はい、では3パック目。フォートリック、スマイルですね。ニワトリね。お、ローグタウン。これローグタウン着いた時のやつだね。ちょっとピントの位置がずれたね。よいしょ。ほい。ローグタウン着いたばかりの時。やっ、これいいね。悪い、俺死んだ。この後雷ね。はい。そしてどうも、あった、まああった。ね、白ひげ海賊団の参加のね、海賊ですね。そして、モンブランクリケット。あ、ダズボーネス。はい。ミスターワンですね。はい。今は、クロコダイルと一緒にね、クロコダイルとミホークと一緒に、やばい、名前出てこなくなっちゃった。
四校にね、四校の参加としてね、入っておりますよね。はい。やばい、名前出てこなくなっちゃった。四校。なんだっけ、あれ。はあ、やばい。忘れちゃった。こうね、たまに飛ぶんですよ、こうやって。お許しください。命は、覚えてる人いたら言ってください。ガスティーノで入ってる。うわ、おかまど。ここに書いてんのね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。ちらばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。おかまど。おかまどや、おかまウェイや、これは。どうって読んじゃうの、普通に漢字で。あ、ラブーン。子供の時のラブーンだ。かわいい。で、ハムレット。ほう。スマイルも結構入ってるんだね。お、高三勢、ラグナラク。カイドウの技ですね。へー。次。はい。軍隊ウルフ。インペルダウンだね。あ、また講座。ねえ、こいつ意外と出るね、ビンゴ。強さはちょっとわかんない。あ、ミニメリー号だ。なんかこれちょっと違くない？あれ？あ、そう、全然違くない。周りの枠が違うだけだ。で、またファンクフリードかい。で、あ、ひより。ほおずきひより。え、ひよりだ。ひよりのイラスト、これかわいいね。あ、そして次開いたら、うるせえ行こうから始まり。そして、ヤマト。ヤマトも2枚目かな。で、シャンブル。あ、なんかさっきもこれ出たな。プリンスベレット。で、ローグタン。で、そして次。あ、稲妻だ。しかも稲妻さ、これ、あれじゃね？女体化した状態の稲妻ですね。インペルダウンの。へぇー。女体化版なんだ。普通、こう、でもこっちの方が、ね、かわいいよね。まあ、かわいいのは当たり前か。はい、ブルック。ミノチワは、ブルーの、フィルムレッドのブルーの、フォートリックス、ラブーン。そして、オフ、ホワイト。やばい。ドフラミンゴのね。まずですね。そう、ドフラミンゴね、ミンゴも強かったんだけど、結局どうなることが、またでも出てきそうだよね、あいつね。お、ミスマンデーだで、プリンスベレット、おい、ミニメリーゴ、モンブランクリケット、うわ、ミスターないんだ。バットで戦いますね。そしてミスウェンツデイ、ビビと一緒のね、相方をしてたキャラクターですね。お、キャベンディッシュ。おー、キャベンディッシュ、こうやって見るとまあ、絵師さんにもよるんだろうけど、なんかね、女性っぽく見えるね。はい、では次。楽しいな。はい、次、ファンクフリード、イギダイ。そして、オカマウェイ。そして、ハムレット。はい、軍隊ウルフ。そして、ティーボーン。なんかちょっとティーボーン対さ、なんかあれだね。ザラザラな感じだけど、これがあれ？よく言うパラレルとかっていうやつ？かな？ティーボーンか。嫌いではないよ。ただ、ティーボーンは、ほらね、漫画の方でちょっと悲しいことになってますから。いやー、異影ですかね、このティーボーンは。はい、では次。シャーロット・コンポート。そして、クリケット・ブルーノ。ヤマさん・ブルック。あ、リトル・オーズだ。リトル・オーズ・ジュニア。白ひげ海賊団のね、メンバーですね。よくしょ。ラブーン。フォートリックス。フォートリックス出すぎじゃね？
オカマウェイも結構出るな。悪い俺死んだも結構出てるな。で、ミス・マンデイの、あ、白星だ。おぉ、白星、このイラスト、可愛いですね。まあ、ワンピースはな、みんな可愛いキャラクターも多いからな。女性のレアカードとかね、こういう言い方あれだけど、高そうだもん。あ、イギダイ。ミノチワワ、クロッカス、ドーマ、我が神なり。あのシーンですね。あ、ティーボーンの普通のやっぱあれパラレルなんだ。ちょっと違ったもんね。ってことはパラレル出ちゃったからシークレットとかは出ない系かな。どういう排出率になってるのかわかんないんだよね。はい、では次。ガスティーノ、ミスターナイン、ハムレット、軍隊ウルフ、コーザ、お、イゾだ。イゾかっこいいな。だって刀刺してるけどさ、拳銃なんだね。でもね、こいつね。拳銃かっこいいんだよな。拳銃ってか、火縄銃かな、ね、かっこいいっすよ。では次。リンコウ、悪い俺死んだ、ローグタウン、クリケット、結構ダブルね。イギダイ、ゴムゴムのチャンピオンライフルだ。名前出てこねえや。手に、あれだ。ミスター3がね、ギャルディーノが、ローをつけてくれた時の技のはず。違ったかな？でも、ここ、インペルダウンって書いてる、そうだよね。で、マゼランだから合ってるはず。マゼランに攻撃するための手段だったはず。はい、次。ヤマト。ドーマ。ミスターナイン。我が雷。キュロス。あ、これがあれか。リーダーカードか。で、フランペ。あ、かわいいね、フランペ。ただ、シャーロットってさ、兄弟がめちゃくちゃいるからさ、もうわっけわかんなくなるんだよね。誰が誰なんだよっていう。コンポート。で、ヤマスさん。悪い、俺死んだ。うるせえ、行こう。我が雷。あ、ウォーターセブンの時ですね、お前が俺に勝てるわけねえだろうがって言って、結構いいところまでウソップが頑張るんだけど、あのシーンは泣いたな。で、船を明け渡して、で、チョッパーがね、手当てしようとするんだけど、あれ、サンジが止めるんだったかな。で、サンジ、ゾロ、あれ、どっちだったかなが止めて、で、薬とか、そういう医療道具だけ、そばに置いて、ダッシュしていくんだよね。あのシーン泣いたな。ラブーン、オカマウェイ、シャンプル、ツー、ヤマーさん、うん、ミスターナイン、うん、シガン、うわ、しかもパウリーだ。パウリーがやられてる時だ。うわー、ウォーターセブンもな。そう、ウォーターセブンいいよ、ほんとに。見てほしいな。結構泣けるシーンが多いんですよね。はい、次。ヤマト。ローグタウン。ナイン。うるせえ以降を、小月おでん。そして、キット&キラー。キラーの方が目立ってるけどね。はい、次。いや、なかなか、いいカードまだ引いてない気がする。おーってなってないんだよな。T ボーン大佐で終わっちゃうのかな。ハンクフリード。うるせえ以降。ミス・マンデイ。ドーマ。ブルック。そして、ライゴー。いやー、これも空島のところですね。いやー、いいカード引いてないのは、なんかすごいこう、おみたいなカードを引きたいんだけど、なさそう。プリンスベレット、ミニメリーゴー、ヤマト、ミノチワワ、ブルーノ、そしてサンジ、フィルム、レッドの時かなこれ。のサンジ。なんかね、ノーマル系はもうがっつりダブりますね。で、残りもう4パックになってしまいました。4パック。で、4パックこう触ってても、なんか、こう、遊戯王のカードみたく、なんかこう、あ、これ、こうなんかちょっと熱い気がするぞ、みたいなのは特にないね。あ、でもレアが1枚か入ってるの。いく、ガスティのクロカスさん、コンポと、我が雷、エドワード・ウィーブル。白ひげの息子らしいキャラクター。どうなるのかはこれからって感じだけど。はい。ハムレット。
ウルフ、コーザ、ビンゴ、ローグタウン、ブルーノ。あ、あの、酒場の時のブルーノだ。いやー、なんかいいの、こう最後に来たらいいんだけどな。なかなか難しいのかな。当たりがね、わかんないんだよね。シャンブルズ、フォートリック、マンデイ、ガスティーノ、ハンニャバル。そして スパンダイン。しかもバスターコールの時のあの、スパンダインじゃね、これ。では、ラスト1パック。いやー、なんか微妙そうだな、これは。はい。ガスティーノ、ドーマ、シャンブルズ、クロカスさん、ヤマト、あ、スカーレットだ。おー、ということで、当たりとしてはこんな感じ。ということは、パラレルは1枚か。これでパラレルが、ティーボーン大佐のみって感じか。おー、結構、渋いね。でも、まあ、スカーレット可愛いし、イラスト的にね。うん、ちょっとスパンダインはいらないな。スパンダインはいらないな。あとは、当たり的にいいなと思ったのは、ああ、このね、お前が俺に勝てるわけねえだろう、もういいね。あとは、割とこの辺いいね。白星。まあ女性系が結構イラスト的には、稲妻も良かったね。 あのイラスト的に。あと日和ね。うん、そんな感じかな。この辺はこう当たりとしていい感じではありますね。ここが、日和とスカーレットはレアなのか。で、白星が SR なんだね。あ、稲妻も SR だ。へぇー。SR だと枠も光るんだね。レアだとここの枠は光ってないんだ。ほうほうほう。っていう感じで、シークレットレアは出ず、SR、スーパーレア止まりか。でも、スーパーレアが8種あって、レア、コモン、リーダーカードって感じ。でもリーダーカード3種類とも出たんじゃないか。これリーダーでしょ。リーダーハンニャバルと、で、さっき、リーダーカード出てたはずなんだよな。おでんでしょ。で、もう一人が、もう一人が、あれ出てなかったっけ。ちょっと待ってね。リーダーカードが、なんかもう一人出てたような気がしたんだけど、気のせいかしら？気のせいなこともあるからな。あ、気のせいっぽいかも。ほおずき、おでん、ハンニャバルぐらいかな、多分。なんかリーダーカードはね、こうパッと見た時にね、見た目が違ったから、おこれだリーダーカードと思って見てたんだけど、あ、いた。あとキュロスか。はいはいはい、リーダーカード3枚とも出てるね。リーダーは全員出る感じだ。ほー、はい、っていう感じでございました。なんかね、大当たりみたいなのないですけれども、開封してみて楽しかったですね。あの、これはこれでいい感じでございます。はい、ということでね、今回はワンピース、ワンピースカードゲーム、メモリアルコレクションの開封でございました。またね、こんな感じでパックが変えたりボックスが変えたりしましたら、開封していこうかなと思いますので、その際もまた見てみてください。それでは以上、リントでした。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リントでした。バイバーイ。